はい、えー、いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はこちらですね、待ちに待ったと言いますか、唯一無二と言いますか、えー、パイロットの P 方式万年筆、プランジャー方式の万年筆、えー、ちょっと使ってみようかなと思います。 フランジャー方式っていう方法でインクを入れる万年筆なんですけれどももう国内だったらここがもう唯一作ってるパイロットさんが唯一作ってるのかなもう他のところじゃ作ってないのかなという感じですねこのカスタム823という、えー、品名のやつですねえー、ブラウンの透明軸のやつですね ニブは、えー M、を選びました。かなりの大容量なのでインクがですねなので、えー、ペン先が細いとなかなかまあ相当長持ちてると思いますけどねこうある程度太めなのでこうジャブジャブ使う感じをしたかったので M2 分を選びました ミディアムですね粘着力が強えなまあこれは後で消毒アルコール面でもきれいにしておきましょうじゃ早速ちょっとインクを入れてみようと思いますインクの入れ方が特殊なんですよね、まあ、引き方法も特殊なんですけれどもえー、結構でかいニブですね かっこいいまあこう引っ張って一気にこうプッと押し込むとインクがせり上がってくるという仕組みなんですけれどもまあこれが入れやすいようにこのパイロットの専用瓶があるんでねこれでやってみようと思います一回こう反対側にしていくと中央の軸にインクが集中するので。 入れられらるというわけですねああ、うん、うまく取れてるかなじゃあやってみましょう今回自分も初めて試みるんでね、えー、入れて一気に押し込むお上がってきたやっぱりいいだけのことありますねさーっと上がってきましたね いやーかなりの量を今飲みましたねこれインクねじゃあ早速ちょっと試し書きしてみましょうかこのキャップあのお尻の方のあれを緩めないとこう連続筆記できないというのでこうあの真空状態になっちゃうからインクが外に出ないっていうことですね ストローのちょうどお尻を持った状態みたいになってしまうので、えー、最初のうちはかけても出にくくなるということなので必ずここをこう緩めた状態で書くということでした緩めた状態でこれキャップあ止まりますねこうやっても書けるんだろうね、えー、ただまあ動画とかで見る限りこういうふうに書いてくれっていうことで十分重いのでかなりバランスはいいですね やっぱり、り近辺だけのことはありますねもう少し二部が馴染んだらもっと描きやすいと思うんで,でしょうけどうんまあすごいな非常にマイルドな感じですね気持ちいい いいなやっぱりパイロットの2部でパイロットのインクだけはのことあるかもしれないですね滑らかな感じであものすごくインクフロー気持ちいいですね。 キャップをはめた状態ああやっぱりはめてなんぼですねうーん気持ちいいなこれああいいですねああ、でもうんプランジャーに関してはこっちで持った方がいいのかなこれはすごくいいですね あ、プランジャー方式これちょっと盲点でしたね M2 部だからってのもあるのかもしれないですけどうん非常に気持ちいいです はいいいああになって書まましたねあのきす非常に柔らかいタッチでちょっといいないいなみたいな口コミは良かったんですけどまあいろんな万年筆持っていてこうピンとくるのがまあもちろんピンとくるようなのがあってある種なんですけどこのちょっとプランジャ方式のカスタム823に関しては。 えー、別次元の良さがありましたねうんちょっとこれはね買いですねうん買ってよかったですねこれね、うん、これは非常におすすめですねインクの給油方式給油方式がやはりメインでめあの魅力的なところではあるんですけどもちょっとそれ以上の能力があるペンですねこれねうんフィリカンのスーベレンも持ってるんですけども あちょっと比べてみましょょうか、まあ、ちょっとインクからなんですけどスーベレンの800ですね M805 ですけども800サイズとも比べても、えー、まあ見劣りしない軸の太さですねうんな感じですねいやこれはねいいですね皆さんいい でいいいって書いて書ますけどちょっと桁違いにいい感じですかね。まあ、パイロットのペンがやっぱり一周回って一番いいと思うんですけど安いのから高いのまでやっぱでも高いのの感動値はちょっとやっぱりいいなうん。えこんな感じでちょっとまあ一回試してみたんですけどもう少し手に馴染んだらねまたレビューしようかと思うんですけども今日はこちら、えー、カスタム m カスタムのですプランジャー方式ですね。珍しいやつ、えー。試して書いてみました。またアップしていきますね。失礼します。